今回はですね、マージャン放浪記、今読み終わったんで、まあ、感想とともにね、お話をしたいと思います。まあ、このマージャン放浪記は、マージャン漫画で有名な、峯岸新明さん、野明さんが書かれた本ですね。新明さんと呼ぶのかなちょっと名前が分かりませんのですいません。えー、峯岸さんですね。 有名な方でございます。あの、天牌とかもね、長編で連載されてます。この人以外に、この麻雀漫画を語る人いないんじゃないかなってくらいですよね。で、原作はもう言わずもがな、浅田哲也さんでございます。私が中学生の頃からですね、浅田哲也の麻雀放浪記に触れて、小説も何十回も読みましたし、白黒のあの映画もしっかり読んでね、そして桜井翔一会長が会議指導に関わったということで、非常に思いも深くなっているところなんですけども、今回ね、この、 リメイク版と言われているマージャン放浪記の漫画版全10巻を本当に貴重な機会を頂い,いてですね購入することができて今一気に読み終わったんですね1巻から10巻までうん、なんかねこのリメイク版の真骨頂って気がしますよね最近は宇宙戦ヤ山ともガンダム G オリジンもリメイク版がバンバン出てきてねそれから銀河雄伝説ですかあの辺も非常に楽しませてもらってるんですけども このマージャンも今の時代に合わせた心理描写がすごく細かくてですね当時マージャンの原作にはない概念とかやりとりとかスピンオフが妙にね被さってきてもう原作を超えた原作になったんじゃないかなと思いますね大体いいリメイク版って 原作よりも質が悪くなる傾向にあるんですけどもいやーこれは素晴らしいなと思いましたあの機会がありましたら皆さんもねぜひ手に取って読んでいただきたいと思います特にこの10巻の加速度っていうのは凄まじいものがありますよね原作をお読みの方とか白黒の映画をご覧になってる方っていうのは絶対に楽しめると思いますで全体を通じてですねあの最近の漫画にある展望レベルの芝棒一本でまくるとかねこういったまあ言ってみればねちまちましたレベルの,あの小賢しさいざこざってのはないんですよ もうダイナミックな心理戦に次ぐ心理戦で最後まで大物は大物だし噛みつくやつは噛みつくしどさけんはどさけんだしみたいな感じだったですよねあそれでですねうんマージャンが最近のような競技マージャンとかではなくってねネットマージャンでもなくてて本当に爆打であった時代のハードボイルさが全面に出てきてもう登場人物のねみんながかっこいいその中でもきちんと取り上げてほしい人はしっかりと取り上げているところがまさにこの作品をね あの強いいい骨格にしてるんじゃないかなかと思います例えばデメトク最初から最後まで「デメトク」は私たちが期待した以上のデメトクであの高階卓さんが演じたね、えー、白黒映画も素晴らしかったんですけどもいやこのね作品出てくる「デメトク」はもう秀逸でした抜群でした。そしてドサケン 加賀さんが演じた土佐犬もあの白黒映画でねものすごく存在感を出してくれてるんですけどもこのね漫画版の土佐犬はねほんと最高でしたよねこれ以上の土佐犬を描ける人はいないんじゃないかなって感じですちなみに土佐犬爆地時刻も漫画になってなんか発刊されてるみたいなんでそちらはそちらでまた別の動画でお話したいと思いますまたですねえー、と「あの、タツさんですね」「ツさん」「あの、世間のタツこれもねいい感じで描かれてましたね あとは坊や鉄ですか坊や鉄も、うん、なんか坊や鉄はどちらかというとこの峰岸さんの峰岸麻雀漫画に出てくる主人公がそのまま入ってきたみたいな感じでねなんとなく戦闘力弱そうだったんですけどもその辺は白黒映画の,あの真田広之さんが演じてる坊や鉄にすごく近いものがあるかなと思いましたあそして寅さんですね片腕の寅さんはあこれ以上ない、えー、寅さん像として最初から最後まで描かれてましたであとその他ね繭美とかね まゆみはあの大竹珍獄さ,、ね、さ,さんは誰が演じたのか忘れましたけども珍獄さんのイメージ通りの珍獄さんがこの漫画には描写されていてしかもね原作にはないストーリーが入っていてすごく味を出していましたプラス最後デメトクが最後に中連上がるんですけどもあれもね本当にねあのなんかねその 作品では書かかれることなかった、原作では書かれることなかったデメトクの奥さんのちょっとした小話も出てくるんでそれがね伏線になってすぐに回収されるデメトクの最後でしたねいや本当にねなんかこうラストシーンっていうのはあこういう発想で書いたら、まあ、この作品全部がねうまいことを締まってくるなぁと思えるようなあのデメトクの最後でしたねでそれをさらに際立たせてるのが寅さんの涙なんですよ最後 最後寅さんは、えー、と名古屋晶が白黒映画で演じたんですけどももうあれ以上の存在感でしたねもうこの漫画の寅さん以上の寅さんは描けないと思いますその寅さんは実はね、えー、原作にはなかったんですけどもその「デメトク」との師弟関係っていうのがね描かれていましたこれあの峯岸さんの多分知恵だと思いますけどもこれを入れることによって最後寅さんがデメトクとのね、あのー、涙の別れここにものすごく重さが出るわけなんですよ でタツさんの美意識ったところが書かれてましたねタツさんの美意識っていうのはなんか最後ね三打ちをしながら傍らであのデメトクの亡骸があるわけなんですよ。でそこでねハイエナのようにデメトクの全身を剥ぎ取ったあ最後の財産をね分け合ってるところがなんて美しいんだっていうね描写になっていてで土佐剣は土佐剣でねズブトくもおデメトクをね こひんむきながら俺は一回も負けたことがねえんだなぜなら俺はこうなったことがないからだっていう風なねまさに博打の真理を言い当ててるかなってことでございますえ、そして最後の最後の最後なんですけども麻雀法論記の中での名言をねよく取り上げてくれたってことなんですよこの名言は何かっていうとねまあ原作ではこういう風な描写があったんですよ敵のような仲間のような関係ってことがですねそれが最後ラストシーンにねしっかりとでかい字で書かれてましたね で、最後のページちょっとね読ませていただくと坊や哲が最後こういうセリフで幕を閉じるんですよ。デメトクの亡骸をみんなで見下ろしながらね「ありがとうでもねさよならでもねなんだかわかんねえけどおっさん」みたいな感じでねこの気持ちっていうのは私たちには到底計り知ることができないんですけどもやっぱり敵同士で戦っているとね相手の真理になるわけですよ。 まさに今回の作品っていうのは心理描写がものすごく出てきましたんでデメトクはこう考えてるに違いないドサケンはこうに違いないタッサンはこういうふうに考えてるに違いない俺はどういうふうに考えられてるんだろうか俺はどういうふうに読まれてるんだろうかって心理描写から1巻から10巻まで来るわけなんですよ。で最終的に人の心理に敵の心理に乗っかって乗っかり乗っかりまくった時に一つのね潜在意識でつながるところに出会えたんでしょうね。 意ししさととか、かか、それから寂しさとか自分もいずれああなるのかなっていうところとなんか自分の一部を失ったようなね、うん、そんな感覚を得たんじゃないかなと思うんですよ。本当にまあ戦ってね倒しても対し倒しあまりない敵だったはずなのに実際に勝負の場から放たれてしまうとなんとなくこうね大切な敵を失ったなっていう感覚がうまく描写されていたんだなと。 まさにね「麻雀ほろき青春編」にふさわしい最初の10巻だったんではないかなと思いますね。これね続編もやってほしいなと思いますねあの。青春編の後は何がありましたっけね。うん、なんか激闘編とか風雲編とかね番外編とかっていうふうな4つの。 部門でで構成されると思すすけども私が好きななのはね実はね実番外編なんですよここではね「土佐犬」が主人公としてありありと書かれていて最後ゆ美と去っていくところまで美しく書かれてるんですよねいやーでももう漫画化されないでしょうねきっとね麻雀漫画なんて受けないですからね特にこういうギャンブル漫画最近はもえもえ系の麻雀漫画ばっかり出てきてまさに私たち麻雀をあのを本当にね えー、昭和の時代に覚えた世代が望んでいた社会が今来ました麻雀がみんなのものになりましたと同時に博打というものからね麻雀っていうのが去っていって今は健全な競技となった求めていた姿だったんですけどもなんとなくこの麻雀ホロン滅を読んだ時には戦う場所を失ったね麻雀というものに哀悼の意を表したいなって感じですよね麻雀はギャンブルからゲームや競技になりました、うん、それは求めていた姿だったんですけども なんか時代が終わったような感じで寂しさが残るのも、うん、正直なところなんですよそれがさよならでもないありがとうでもねみたいな言葉に反映されてきたのかなと思いましたはい、本日は以上でございます